背番号15番上方陽介です。背番号18番中山祐希です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ本当にその天野さんが掲げるサッカーに対してもうチーム全体でいい方向に行ってるんじゃないかと思うし、まあ、まだまだこれからもっともっと良くなると思ってるんで、まあ、ここからまた開幕しますけど、シーズン通して本当チームとしてもいい仕上がりにしていきたいし、僕自身もどんどんコンディション上げていきたいと思ってます。島原のキャンプから始まって、でこっちにシーズン前に帰ってきて、まあ、約2ヶ月間、まあトレーニングもすごいいいトレーニングできてると思いますし、まあ、自分としても離脱することなくしっかり練習できてきているので、コンディションも上向きかなというふうには思っています。まあ自分自身、まあ、あんまりコミュニケーションを取るのが苦手なんですけど、まあ、最近は、まあ、下からいろいろ話しかけてくれたり、まあ、いじってくれたりもするんで、まあ、そこはもう2ヶ月で結構溶け込めてきたかなっていうふうな思いもあるんで、まあ、ここから開幕するのも正直楽しみだなっていう気持ちで今います。ちなみに中山選手は最近後輩から名前で呼ばれないです筋肉って言われてますはい、まあ、もう知らないですね。知らない。もうそれはまあここでもう呼ぶなとも言わないんで、別に筋肉若干舐めてる若干ね、竹、針ヶ谷、藤川まあ全然もう自分としては来てくれた方がありがたいんで、まあ楽しいですねまあ、ゆうきとは大学が一緒で、僕が4年の時に2年生っていう立ち位置で、まあ、本当に、まあ、その大学で出会った時からめちゃめちゃ足速いやつ来たなっていうのと、まあ、あとやっぱ、まあ、大学から筋肉すごかったんですごい、いや若干太ってただけですか。いやすごいムキムキなのにめちゃめちゃ足速いで、左足のシュート、まあ、大体本当ゴールネットが破れるぐらいのシュートを大学の時から打ってて、まあ、その印象があったんですけど、まあ、こうして、まあ、何年越しだこれ、何年越しですかね、俺に代表するか、7年越しに、まあ、久々に一緒に、まあ、サッカーできて、僕自身すごい嬉しいですし、まあ、本当その大学にいた時とまた印象が変わってて、まあ、本当さらに、なんていうんですか、パワーアップしてて、まあ、そのサッカーのうまさもそうですし、まあ、そのフィジカル面っていうのもさらに本当磨きがかかってて、まあ、すごい成長してるなって思いますし、まあ、本当に一緒にやってて楽しいので、まあ、これからのシーズン本当楽しんでしょうがないです。はい、あげますね。あげすぎ、あげすぎ、これでも抑えたもんね。そうですね、まあまあ、自分はそうそう、神くんとは、まあ、さっき一緒なんですけど、自分が2年の時、1年の時、まあ、3年生に上がって、最初の印象はですね、なかなか自分、まあ、入部できないってことがあったんで、なかなかサッカー部になかなか入部テストに入んなかったりとかそういうのがあったんで、なかなかあれだったんですけど、まあ、でも時間が経ってからすごく面倒見のいい世代で、この自分が1年の時3年生っていうのはで、特にその神君はすごく自分たちのことをよくしてくれてて、そこでまあいろいろ何もかも教わったの神君と言っても過言ではないです。大学生活のまあサッカーですよ、もちろんサッカーですで、まあサッカーでだいぶ先輩の印象として、この人本当持ってるなっていうのはすごく感じてて、何も大舞台にすごく強いというか、まあ有名な早慶戦っていうのがあるんですけど、必ず点取って MVP 取るみたいな、この人マジ持ってんなっていうのがすごく印象にあって、いやこういう人が結局プロになってくんだろうなっていうのをすごく身近に感じれたのは、大学生活で良かったなっていうふうに思っていまして、まあでもそこで2年生の時ですかね、2年生の時になって神くんと一緒に出ることも何回かあって、まあ、そこですごく、まあ、学ばせてもらったことが多いなっていうのが印象ですね。でプロになってからも神くんのプレーとかよく見たりしてて、得点シーンとか、まあ、連絡は確かにあんましてなかったんですけど、得点はやっぱこの人決めんだなと
すがだなっていうのはすごく思ってて、でこうやって7年ぶりにまたこれ一緒にプレーできて、やっぱり動き出しの部分とかさすがだなっていうところが、やっぱまだまだ学ぶところがあるなっていうのが、あるんで、まあ、一緒にピッチ立って一緒にゴール決めたいなっていうのはすごく感じています。そうです、こちらこそいつも学ばせていただいてます。全然ない好きになります。そうですね、まあ本当7年という月日を過ごしてしまったんで、離れ離れで、まあ、やっぱ7年分の尽きないですね、やっぱ、はい、特になん、そうですね、なんか話してますよね、絶対なんか。でもこの7年間で神くんまず子供、お子さんがいるっていうのもあるし、で奥さんもいる、結婚してるっていうのもあるんで、まあ、そこでもうやっぱ神くん大人になったなっていうのがありますし、そうなんですよ。まあ、ただ金髪になってるんで、確かに彼は、ね、そうですね、まあやっぱいろいろあったね、まあいろいろあったかなって、そうですよね。まあ、一番怖いのが、まあ、このシーズン通してその7年間分の、会話というか、それが終わってしまった時に何を話せばいいのか。大丈夫ですか。まあ大丈夫、まあここから、まあ、またあるコロナが明けてって、ね、そこからもっと一緒に飯食いに行ったりとかあれば、まあ、どんどんまた、そうね、はい、濃くなっていくんじゃないですか、ね、そうですね、はい、まあ、していきたいです、俺は。はい、お願いします。そうしていきたいです、はい、はい、お願いします。去年対戦して魅力的なチームっていうのはすごく全部出たんですけど、北九州対北九州との試合にはすごくやりづらい相手だし、すごく攻撃的で魅力のあるチームだなっていうのはすごく思ったんで、ただこういうスタジアムとかサポーターの雰囲気とかこういったところでプレーできたらすごい成長できるだろうなっていうのはすごく感じましたし、まあ何ですかね、すごく率直に羨ましいなっていうのが気持ちがどっかにあって、そこでまあこういう、まあ、こういった形で、まあ、このチームに関われたことでまずすごく感謝しかないですし、まあ、今自分が言ったことが今度は自分がその体現できる立場になれるってことで、それがすごく嬉しくは思っています。そういった味が一番あります、このチームに。これそうそう、僕もビラバンツ北九州とは何回だ、2回多分対戦してるんですけど、うん、まあ、本当に、まあ、アウェーチームとして、まあ、ミクスタで試合をしたんですけど、そのミクスタの試合っていうのはすごい、まあ、僕もまあ対戦チームだったんですけど楽しみで、そのスタジアムの雰囲気だったり、まあ、その北九州のサポーターの熱さだったり、まあ、そういうのを、まあ、実際対戦相手ですけど、まあ、肌で感じることができて、まあ、そのミクスタに行くっていうのがすごい楽しみで、まあ、それが、まあ、今シーズン本当自分のチームとなって、その実際に応援していただけるってことはすごい本当に楽しみなんで、まあ、今からワクワクしてます。はい、そうですね、まあ、自分が決めた時は天皇杯の2回戦で、でちょうど監督が変わった2試合目だったんですね。でメンバーもまだ監督も全選手を見たいっていう感じの中での試合で、まあ、あの試合出させていただいて、まあ、全体的にすごくモチベーションは高かったし、まあ、個人的にもすごく高かったですし、で、まあ、試合展開したらずっと押されてたっていう人で、うわこれやばいなっていうか、いや北九州なんか強えなっていう思いがあって、ただなんとか救われてるシーンがほぼ多かったっていう中で、前半のロスタイムに自分がいい形で左足で決めれたっていうのはすごくやっぱりアンゴールやっぱ忘れられないですね、自分としても。でまま、なかなか勝ててなかった時期なんで、チームとしても、まあ、リーグ戦とはまた別ですけど、またそういったところで勝てたっていうのはやっぱすごく嬉しかったっていう覚えもありましたね。八戸時代と栃木時代に1回ずつやってるんですけど、まあ、どっちの試合でも点取らせていただいてて、でまあ、栃木の時は前半先制されて、で1-1追いついて、まあ、前半の終わり際に僕が点取って、まあ、2-1で折り返して、まあ、その時も僕たちも昇格結構かかってて、
すごいなんていうかシビアな試合だったんですけど、まあ、後半その北九州の勢いにやられて結局また再逆転されて負けたっていう印象があって、まあ、あれも本当に、まあ、スタジアムの雰囲気に飲まれちゃったというか、まあ、その経験もあって、まあ、それでその後八戸で、まあ、試合した時は、まあ、逆にその北九州がもうあの昇格に向けてやってて、まあ、その僕が栃木にいた時との逆の立場だったんで、まあ、逆に最後、まあ、隙をつけたというか、まあ、ミドルシュートちょこっと触ったんですけど、まああいう形で点取れて、まあ、だからミクスターは結構相性いいなっていうイメージはあるんで、まあ、自治になってもまたいっぱい点取れるように頑張りたいと思います。はい、いや何かと縁ありますよねそうなんですね。自分もマジあるんですよJ3 の、まあ、他の予感あそうですね、 J3 でのデビュー戦は対北九州だったんですよ。でプロ初ゴールも北九州だったんです相手が。でこの前回の去年で北九州の相手もう決勝ゴール決めれてっていうので、なかなか北九州サポさんからしたら嫌かなと思われたかもしれないんですけどただでも自分としてはそういった相性のいいというかチームでそのピッチで試合ができるっていうのはすごい幸せなことで、ただ先ほども言いましたけどやっぱり羨ましかったっていうのが一番があって、こういったチーム、こういう素晴らしい環境で、こういう素晴らしいスタジアム、素晴らしいサポーターがいるチームでできるっていうのはすごく嬉しいですね。ちょっと重複しちゃってますけど素晴らしい部分、はい、何が、すべてが素晴らしい僕は、大学4年の時に一応15番つけたことがあって、まあ、その時もその、まあ、正直9番とかもらえるかなって思ってたんですけど、まあ、いざその背番号の発表あった時に15番っていう数字出されて、もう僕も本当なんかその時めちゃくちゃ悔しくて、まあ、監督になんで15なんだよみたいなちょっと言いに行ってた時期もあって、で結局それが反骨心となって、まあ、4年の前期、まあ、活躍することができたんで、まあ、その15番っていうその背番号に対しての思い出っていうのもあるので、もう一度その初心に戻って、まあ、15番つけてやりたいなっていう気持ちもありました。はい、まあ、ただやっぱ、まあ、9番とか好きですけどねまあカルドナ前がしっかりつけてるんで、はい、そうですね、カルドナが自分としてはまあプロ入ってから今のところずっと違う番号をつけてきてて、最初は15、次20、次14、その次22、自分としては、まあ、新しい番号をつけてみたいって思いもあってまあ今回18を選ばせていただいたんですけど、まあ去年18をつけてたのが大先輩である富山さんということで、まあその先輩も何恥じないようにというか後輩としてしっかりその番号を受け継ぎたいなっていうのもありました。18似合う？つけたことないんですよ。でもなんかいい番号だなって思ってましたずっと。18ないの？ないですよ。大学でもないです。19か大学で。19です。ないですよ。すいません、以上です。印象残ってるのは新体制発表で、のんびり博多の話しちゃう。あれはマジ。あの印象が、この話題来ると。とんだの大物来たなっていうのを思いました。すごいな。さーってなった。あれを超える答えはないんじゃないそうですね、印象としてる。でも北九州、その、なんていうんですかね、自然と、その、町感の融合がすごいいいなと思います。ちょうどいい。いや、そうですね。ちょうどいいと思います、本当に。なんか、すごい住みやすいと思います。いや、本当そうですね。そうですね。だからまあ、正直確かに若干その成人式の印象とか、そういうのありましたけど、やっぱりそのご飯とか食べに行った時とか、すごい人もあったかくて。人もいいっすね。そう、人がいいですね。だから、来て、プラスなことしかないですよね。そうそう、今のところ、お世辞とかじゃなくて、本当に。逆にマイナスを教えてほしい。
マイナスなことがまだないですね。まだないですね。ないですよね。ないんで。で、応援されてる感じもすごく伝わりますし、うん、北九州全体のチームのことを、それがすごくいいなっていうのは思います。はい。僕は、孝太郎くんと、みつくんが、FC 東京 U15 深川時代の、僕が1年生の時は3年生にいたので、まあ、その2人は知り合いでした。あとはいないですね。あ、それこそアマさん、アマさんはあの僕が深川の時の武蔵の監督だったんで、その、まあ、北九州と試合する時とかもちゃんとあの挨拶来てくれて、いろいろ話したりとかもする仲だったので、でもそのぐらいですね、僕、はい。自分は、そうですね、まあ、プロではルーキーの予感心の時に、たくさんとやってて、で、すごくその時予感心の時からよくしてもらってて、すごく優しくて、いい先輩だなっていうのが印象があって、北九州決まるときにたくさんにもすぐ連絡して行くことになりましたって話もして、であとは、まあ、あと自分大宮ユースだったんで、そこで自分が3年の時、1年の時がキーパーのゴッドがいたんで、ゴッドのことは知ってましたね。あと被ってはないんですけど、加藤勇気、勇気のこともやっぱり大宮ユースだったんで、一緒に一緒にプレーしたことも何回かあったと思うんですけど、練習参加とかで勇気の音も知ってました。自分はその3人かな、3人ですね、知ってました。釣り八戸に行ってからハマって、ただ釣り具を八戸に忘れてきちゃったんでちょっとそれをどうにかしないとっていう、全然始められてないっていうのと、あと卓球はまあ、僕の母親が結構ガチでやってて、で、まあ、高校時代その東京都で3冠取ったりとかしてる、結構ガチめな母親の卓球なんですけど、ですごいスパルタなんですよ。でも僕、まあ、サッカーやってたんですけど、まあ、たまに体育館に呼び出されて、もうスパルタで卓球練習させられてたんで、なぜか。だから卓球は結構うまいです、僕多分。はい、じゃあなんかこの辺で選手とかとやったら余裕です、余裕ですか？いや逆に難しい、分かる分かる、乱収でさ、サッカーするみたいな、難しいでしょ、下コンクリートの、まあまあ、下なんかコンクリートとかで、乱収でサッカーをガチンコやると難しいでしょ、はい、それと一緒で、温泉卓球とかピンポンとかあるじゃないですか、ちょっと違うんですよ、ラバーとかがツルツルだから、うまく返さない、こう引っかかんないから、違うんですか、あれ。違う、だから本当にガチな体育館でシューズ履いて、ちゃんとしたラケットで勝負したら負けないです。チームで誰も負けない。多分負けないと思います。サーボールも多分取れないじゃないかな、下出すふりして上とか出すんで、こう。もう結構ガチじゃないですか。結構ガチです。やりたいです。もう最近でもできてないんで、ちょっと。最近やってたら怖いって。そうです。2年前ぐらい終わっちゃってるんで。やってるんですか、2年前。やってるんで。ちょっとその辺、はい、もし本当にそういう企画あるならちょっと練習しますはい、待ってます。自分はサッカーのゲームしかやらないんですよ。ゲームやるとしてもサッカーゲームはめちゃくちゃ強い自信があって、ウィーで FIFA っす。あ、 FIFA なんだ。はい、で去年 PS5 をちょっと手に入れて、なかなか手に入らないところをちょっとなんとか手に頑張って手に入れて、そっから最近ちょっとやれてないんですけど、去年は結構やってて、まあその前から2年前からも結構やってて、オンラインで、世界の猛者たちと戦ってきたんで。ガチンコじゃん。いやマジでガチンコ世界で なんか一番上のリーグにいたんで。マジで一番上のリーグのとこで戦ってたんで、俺なんかなかなか結構ガチやってたんで、なんか e スポーツとか今あるんじゃない？あ、そうそうそう、そういうそういう人に比べたら多分違うんですけど、多分ちょっと何ですかね。まあでもオンラインの中でそのゲーム内のフィファのゲーム内のリーグだって一番上のリーグで普通にやったんで結構いいだからあんま最近やってないんであれですけど、ちょっとまあ1週間ぐらいもやれば
思い出すんで、多分その負けないですね。これもある。企画してくれればマジで。まあ、多分負けないですね。マジで。なかなか、なかなか、なかなか強いと思います、多分。ね、世界の非常にリーグ、はいはい。もう、時間、なんか言ってコロナ禍、ちょうど2年前ぐらいから結構やって、まあその前から、まあ小学生ぐらいからやってるんですけど、実際サッカーの上入れとか、その名残でずっとやってきて、もう、そのやりたいですね、むしろ。そういう体制みたいな、誰かと。自分はそんな感じです。あるっすね。僕、子供いるんで、どっかないっすかね。子供が楽しめそうなところ。まあ、公園とかいっぱいあるんで。公園多いっすよね。多い。公園多いっすね。楽しそうだなっていうのと、あそこ行ってみたいんだよな。なんかサラクラ山みたいなのあります？サラクラ山地知らないです。知らないでしょ、行ったことないでしょ。夜景が綺麗だ、へぇ綺麗なんですよね。まあ、でそのロープウェイ乗ってそこにちょっと行ってみたいかなって思ってます。自分はなんか有名な神社多いって聞くんですよ。そういうとこ行ってみたいなっていうのもありますし、やっぱこういう海が近い、地域っていうのは結構あんまりなかったんで、自分でその文字のあたりとかこういう綺麗なのが多いんで、そういうマリンスポーツとかやってみたいですね。でそういう海に関わるその釣りとかそういうのだからすごく興味あるんですけど、ね、なんか取ってきてください。釣りが遠いよ、ちょっと8年と福岡は遠いよ。そうなんだよ。リバースライトは興味ありますね。北九州だと。マリンスポーツゼロ。ないそれ。本当に？はい。やったほうがいいわ、一回。やったほうがいいですか？いや、だから、絶対楽しいじゃないですか。めちゃめちゃおもろい。だから、そういうのはやってみたいですね。でも、あのバナナボートとか、5人乗りとかあるんだけど、多分勇気座ったら。いや、そんなに。そこだけ突っ込んで。神田さんは、引っ張れないって、そんな何がいかないそんな、なんですか、体重とは別に普通なんで、一般の人より。一般の人と普通なんで、別に何、一人として数えられるから、全然問題ないですよ。大丈夫、はい、筋肉として数えられる。全然数えられる。まあシーズン通して、まあ僕フォワードなんで、そのチームが勝つためのゴール点を取っていきたいと思ってます。まあただフォワードって、まあ、結構取れる時もあれば点取れない時期もあると思うんで、まあ、そういう点取れない時期とかにその、まあ、厳しい声だったり、まあ、僕の背中を押してくれるような声援っていうのをいただけたらと思ってるんで、まあ、そういう時こそ本当に共に戦ってもらえたら嬉しいなって思ってます。本当に皆さんも頼りにしてますし、まあ、僕も皆さんから頼られるような選手になれるように頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、いつもヒラバンズ北九州を支えていただき本当にありがとうございます。まあ、自分もまあ前線のプレイヤーということでとにかく数字にはこだわっていきたいと思いますし、まあ、さっき神君が言ったように神君が取れない時期に自分が取れるように、まあ、シーズン通してそのチームとしてまあ結果にこだわって、で最後必ず昇格っていう形で終われるように頑張りますので、ぜひ一緒に戦っていただけたら嬉しいです。一緒に頑張りましょう。お願いします。いるこれ。これカットかもしれない。カット。使ってほしいな。